より小さいナリーグ優勝決定シリーズ、ドジャース9から0メッツ、第1戦、13日、日本時間14日、ドジャースタジアム。写真、悔しさからか、グラブを振り上げる仕草の線が、メッツ線が高大投手、31、が、1回3分の1を2アンダー3失点4死球とまさかの大乱調で降板した。初回、先頭の大谷は2頃に抑えたものの、 その後、3連続支球でピンチを招き、6番マンシーに2点的時打を浴びて先制された。続く2回は、先頭に支球に与え、ギダで2進後、大谷に右前的時打。0-3とリードされた状況で降板した。メッツメンドサ監督、ガについて、彼はオフだった。速球にキレがなく、特にスプリットは戦える球ではなかった。次回登板は、 今後の数日間、彼の反応を見てから。それは今までと同じだし、その日の状態次第。第五戦の状況にもよるが、彼がいかに取り戻すかだろう。